休みやったらおかしなもんでしょ。日曜日には本当にきっと遊び来ますよ。あんたたちが仕掛けられたんじゃ今度は校長室に缶詰めされちゃうわ。よいしょ。あ、お手伝いしますわね。ええ、皆さん、私今日からこの寄宿舎の社官として皆様と一緒に暮らすことになりました。このおそばは誠に簡単ですが、引っ越しそばというような意味で細く長くどうぞよろしくお願いいたします。さあ、遠慮なく上がってください。どうぞ。さあ、おそばを配って。あ、英子さんいないわ。伸びた方がいいじゃないの。なお細く長くなって、まあ早くしないと誰か食べちゃうわよ。どうぞ。誰かだなんて自分が食べたいくせに。本当はそうなの。どうしました？影が、怪しき影。影が？何もないじゃありませんか。いいえ、確かに怪しき影が。新ネタ館の行き手に必ず経験することです。必ず経験すること。知らん顔して寝てないといけません。無気になると面白がってやりますから。何を面白がってするんですか。ああ、さては生徒のいたずらですね。そう無気になっちゃいけません。知らん顔してほっぽかしておけば自然消滅です。いえ、こんなことほったらかしていちゃいけません。ほったらかしとくからこういたずらは絶えないんです。私は教員として社官です。出ておけません。正直に申し出てください。
いたずらする勇気はあっても、私ですとはっきり申し出る勇気はないのですか。だって言うんですね。はっきり申します。私たちいたずらしませんでした。そうよ。そうよ。お母さん、あなた非常合図が聞こえませんでしたか。聞こえました。聞こえたら謎をしてこないんです。少し気分が悪かったもんです。気分が悪い。ええ。風邪でもひいたんですか、それともお腹でも痛いんですか。お薬上がりましたか。お薬飲むほどじゃないんです。そうですか。これあなたんでしょ。スリッパをはしごだろう途中なんか抜いとくもんじゃありませんよ。皆さんよく聞いてらしてくださいね。のいたずらご存知なんですか。あの子にはみんな困ってるんですのね。え手塚先生、確か手塚先生も社官になった頃あの子に手こずったんにございませんでした。ええ、やっぱり幾晩も寝ない晩がありました。皆さんが揃って困ったり手こずったりしてるのにそれをほっといていいのですか。それがね、皆さん本当に困りますわね。生徒一人に困るなんてどうしようもできないなんて、さっき教員の立場としてそれでいいもんなんでしょうか。小宮山さん、あなたはまだ何にもご存じなかったんですもんね。それは私たち教員は
悪い子供があったら適当な方法を講じて伝道しなきゃいけませんですわ。でもあの子だけは特別なんでございます。特別と言いますと？それが実は細川栄子さんはこの学校の経営についての有力者というよりも細川さんのお父さんのお力によってこの学校が存在するというような。生徒のお父さんが有力者であるからその生徒は何をしても腫れ物に触るようにしておかないといけないのですか？腫れ物に触るっていうわけじゃございませんけど。でもねえ皆さん、ここが非常に難しい問題ですもんね。ちっとも難しい問題じゃありません。たとえ有力者の娘であろうと権力者のお嬢さんであろうと生徒は生徒です。何ら区別をつける必要はないと思います。そう。